いや、それは俺こういう人間やね。そうやね、僕らこういう人間やね。バカみたいなこといつもね考えてんだよね。いや、僕らこういう人間やね。そう、うん。楽しいなんです。逆にプロットくれたら上手。面白いな。優秀なやつ俺や、うん、さすがです。そう、大好きなんだよね俺そういう妄想するの。いやでもさ、定番の妄想ない？自分で定番の妄想、俺それっすね。あー、僕はね、あれだね、あの、俺はいいから逃げろ的な設定の妄想が多いね。あー、なるほど。あ、でも確かにそれもあるかも。俺大体自分死にますもん。あー、そっちか。だから俺僕てかやっぱなんか作品でやっぱ途中で死ぬやつって絶対かっこいいっすもん。かっこいいんだよね。そうなんだよ。めちゃめちゃ食いつきましたねそこ。だいたい途中で死ぬやつかっこいいっす。それで死んだと思ってたらその敵側に行かされてちょっと脳がおかしくなって、なるほど、でもう一回主人公たちと戦うことになるんだけれども途中でまた戻るっていうやつが、ね、超好き。はい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 。いや俺めっちゃボンバーマンのアニメ知ってます？あの、え、見たことない、ボンバーマンのアニメ。あの、ボンバーマンのあの、いや、あの、ボンバーマンってあの、ビーダーマンの方じゃなくて、ボンバーマンのアニメがあるんですけど、うん。なんか、それの、ストーリーがマジでそんな感じで、お兄ちゃんがいるんですよ、ボンバーマンの。主人公のお兄ちゃんがあって。はい。そのお兄ちゃんが行方不明になる、まあ、結局死んじゃってるんですけど、行方不明なんですよ。はい、最終話で、その、なんでそのお兄ちゃんが死んじゃったかっていう、話で終わる、ですけど、うん。それがもうすっごいいいんですよ。サイティーボン。そう、いや、見てください。本当に。もう、そんならそこだけ見てほしい。約束のネバーなのってそういう話なの？わかんないし。見てないんでし、読んでもないんで。あんまり見てないっすね。なんか、でもさ、かっこいいよね、なんか。かっこいいです。あの妄想めっちゃ好きやねん、ほんとに。うわ、グレン・ラガンわかるわ、グレン・ラガンわかるわ。グレン・ラガン好きなんだよ、あの人が死ぬの。名前忘れちゃった。え、グレン・ラガンってサンシャイン池崎が好きなアニメだっけ？え、それでくくるのやめましょう。グレン・ラガンってめちゃめちゃいいアニメっすよ。え、ロボアニメだよね。え、そうです、ロボアニメ。いや、でもロボアニメでくくるのはいかがなものかと思います。めちゃめちゃ熱い男のアニメですよ、あれは。大地はどう？あ、そうなの？こちらはいかに完全犯罪を起こすか妄想してるから戦いましょう。ああ、もうこのね、完全犯罪系は多分僕の方がレベル高いからね。完全犯罪。グレン・ラガン好きなプロメア見ました。プロメア見たよ、この間。でもね、俺グレン・ラガンの方が好きだったな。プロメアもすごい良かったけどね、めちゃめちゃ。4時になるね、4時になっちゃう。うん。髪殺すよって怖い。怖いよ。ひばり。髪殺すよ。もうすす。もうすす寝るか、じゃあ、みんな。寝るか、みんな。な。寝ようぜ。推しが死ぬアニメ教えてほしいです。あんま人死ぬ気好きじゃないんだよね。悲しくなるか。悲しくなるやん。俺大好きなんですけど。嘘。いや、大好き。もう死にまくる映画大好き。いや、なんか、アニメは死ぬの無理。そうなんすね。映画とかは大丈夫だけど。ああ。俺めっちゃ好きなうつメンヘラアニメがあって、うん、スクールデイズっていうアニメなんですけど、うわー、それ僕なんかさ、はい、見ようと思ったけど誰かにこれやむよって言われてやめたけど、いや、やむっていうか多分あれはもうぶっちゃけなんかやめを通り越してもファイナルジェットコースター並みに、うん、後半の追い上げがやばい。あー、スクールデイズちょっと知ってる人いるかな。推しの代わりくんそこで知ってる。スクールデイズっていうね、窓マギは好き。あ、窓マギ、でも多分窓マギよりえぐいっす、うん、いやちょっと きついな普通に。うん、窓マギより全然えぐい。
スクールデイズ面白いよね。あいつがマジでクズすぎるんだよな、ほんと主人公が。でも主人公がクズすぎて、なんかこいつもう何なんだっていうなってくると思考回路が。いや最初の本当に4話ぐらいまでは、うん、あのなんか本当にラブコメ、王道のラブコメなんですけど、うん、途中でだんだん狂ってきて、最終的にマジで、おいって。日暮らし、あ、日暮らしもね、でも日暮らしは最終的にハッピーエンドだからな、一応。一応、最終話は。あ、そう、誠。誠しね、そう。スクールデイズまとめだけ見たら鬱になるよ。そう、本当に最初はラブコメなんですけど、本当に片思いしてて、好きな子に。で、その好きな子に、こう、どうアプローチするかみたいな話なんですよ。はい、で、まあ、最終話は、まあ、まあまあまあ、っていう。あの、自分が見てたアニメは何だったんだろうって思うアニメですね。すげえ、今、I'm drinking bubble tea for the milk tea って、めっちゃタピオカ飲んでる人おるよ。めっちゃ面白い。それめっちゃ面白い。うん、日暮らしはハッピーエンドなルートが、ああ、そうだね。まあ、ね、別世界。何だったっけ、フレデリカ・ベルヘルン、なんだっけ。忘れちゃった。フレデリカ、忘れちゃった。フルデリカの。でも、日暮らしは、あの、番外編が神アニメだよね。あの、イリーと、なんだっけ、イリー、わ、忘れちゃった。三人、四人か。三人集、みたいな。日暮らしの設定は僕、ああ、わかるわ。レナね、レナ可愛いよね。なんでそんな重いのは、なんか、ちょっと。なんかね、僕が結構重いアニメから始まった。僕ほんとそれこそ日暮らしの頃にっていうアニメから、アニメ好きになったんで、結構、暗いアニメ好きなんですよね。僕最初なんだろうな、アニメ。首に傘刺さって死ぬやつ。なんだっけ。わかんない。もう首に、生首的なのもデビルマンしか出てこないな。最終兵器彼女はもう名作でしょうよ。ああ、最終兵器彼女面白いですね。OBA のケイちゃんもともと水着か。あれむっちゃ面白いね。パンツのやつでしょ。水着か。面白い。ああ、コープスパーティーゲームちょっとやってたな。月が綺麗ですよ。とりあえず死ねみたいなやつ。大好き。フルーツビスケット。フルーツビスケット。トミーだ。トミー。トミタケフラッシュ。僕最初あれも多分アニメ軽音からや。ああ、いいですね、軽音。めっちゃ可愛い入りしておるやん。アジニア好き。止めたきフラッシュ。見たことないアニメばっかりなんです。ねえ、俺アニメの話し出すとみんなついていけなくなっちゃうんだよね。俺の、俺がみんな知らないアニメばっかりするから。なんか、俺本当にね、多分みんなが思ってるより、マジで、アニメ好きだから結構みんなが知らない作品とかをね語っちゃうんだよね。なんかこの間友達とさ、はい、こんな感じでインスタ配信しててさ、はいはい、途中から漫画の話になってさ、はいはい、もう全員ついていけなくなってたよね、見てる人が。わかるわ。なんかもう、うわ、そうなんだよね。話についていきたいから絶対見ますって書いてある。うん、ユーリオンアイス、ユーリオンアイスいいよね。ユーリオンアイスなんかもう一個めっちゃ言ってました、好きって言ってました。いやー、あれはさ、俺見たことないんですよ、ユーリオンアイス。やばい。あと3分で4時です。ユーリオンアイスはね、ちょっとね、やばいよ。そうなんですね。あのね、なんか最後の大会みたいなのがあるのよ。はい。で、それでさ、それぞれの選手とコーチの話とか出てくるわけよ。そうするとなんか、あ、めっちゃ濃いじゃんみたいになって、もうなんかキュンキュンする。
なんかそれを背負って踊る、舞うみたいな、あはあみたいな、すげえ、エッチーみたいになる。すげえ、すげえ好きじゃないですか。いや、すごい、もうすごい。見てみようかな。なんかね、その、ほんといい、あ、ボールルームの、ボールルームへようこそもやばいよね。ボールルームのいいところは、なんか、うん、アニメだと特にユリっぽいところもあるし、なんか、うん、BL っぽいとこもあるし、みたいな。やばい、あれも。ちょっと見てみてほしいっす。ユニオンアイスとボールルーム。はい、見たことない。ちょっとね、結構いいっすよ。マジスコって感じ。でもなんかボールルームとか、ボールルームじゃねえな。ユーリとかなんか舞台とかやりそうだけど、2.5 とかで。ああ、なるほど、なるほど。あ、今いっぱいやってますもんね、2.5 すごい舞台化。ね。うん。合図ね。そう、ボールルームは作がやばい。うん、確かに。なんだろうな、俺。俺はでもやっぱり死ぬ系が好きだな、人が。なんかあんまり俺、まあもちろん学園ほのぼの系も好きなんですけど、ほのぼのっていうか、ああいう、まあ、スポコも別に好きだけど、うん、でもやっぱり一番好きなのはやっぱり、あの人がもう死んで、もう人がもう苦しんで、苦しみまくる作品がすごい好きなんですよね。じゃあ映画で言うと、それこそダンサーインザダークとかさ。あ、ダンサーインザダークは普通に好き。いや、だからダンサーインザダークは、なんか、なんつうんだろう。あの、ヨークでしたっけ歌。ヨーク。まあ、普通に音楽がいいっすよね。そうね。で、やっぱ最後がね、どうしても、重いというか。いや最後が。あと、なんか映像の撮り方がなんかちょっと、そうね。不思議で怖い。あとね、リアル感ありますよね。パンズラビリンスって映画があるんだけど、もう一生見たくない映画なんだけど、マジでやむから見てほしい。パンズラビリンス。見てみます。なんかちょっと、あれっぽいの。なんか、SF というか、はいはいはい、ファンタジーっぽいんだけど、はい、マジでなんかやむ。普通に。ダンサーイザダーク、ほんとこれしんどかった。パンズラビリンス。見てみたい。パンズラビリンスはね。人体戦。いや、辛いんですよ。俺は最近見た映画で、なんだっけ。名前が出てこない。あの、ニルバーナのカート・コバーンの、うん、カート・コバーンの、その、自殺しちゃったじゃないですか。自殺の、はい、そのカート・コバーンとは言ってないんですけど、カート・コバーンをリスペクトした、その、ミュージシャンが、はい、その、死ぬまでの3日間みたいな。自殺するまでの、3日間か、2日間かな、3日間。ショットガンで、あの、口に加えて自殺しちゃう。ですけど。で、それが特にこう、内容とかもあんまないんですよ。本当に会話とかもあんまないんですけど、うん、映像がすごい綺麗で、なんかこう、表現の仕方がすごい面白くて。ね、タイトルは？いや、タイトルが今出てこないんですよね。でも多分、カート・コバーンの映画って言ったら多分出てきます。あの、オリジナル映画みたいな、その、ああいう、伝記とかじゃなくて、はい、カート・コバーンをリスペクトした作品。ちょっと調べてみるわ。はい。ブラッド・シーうわ、めっちゃ死ぬやつじゃん。君に愛されていたかったわ、とても神。ブラッドシートは懐かしい。ブラッドシートって読み方。あの、人死ぬ、めっちゃ死ぬやつだよね。ブラッドシートって、いや、めっちゃ死ぬんですよ、マジで。しかも結構グロい、むごいし。死ぬやつか。なんとかなんだっけ、あのさ、めっちゃ有名なやつ。エルフェン、なんだっけ、エルフェン、エンフェル。名前忘れちゃった。なんかすげえ、
俺、まだ 見たことはないけど、なんかすげえトラウマ動画みたいになったな。めっちゃ面白いコメントだった。あ、そういえばやっと最低見ました。この流れで言うのやばいな。最低？最低って僕があの濡ればやってる映画館だけど。この流れで言うのやばいな。あ、そう、エルフに。このな、確かに、この流れで言うのもさ。ギャグ漫画とかは読まなそうですね。おやすみなさい。ギャグ漫画めっちゃ読むよ。俺、ギャグ漫画見るめっちゃ好き。ああ、わかる。エルフェンリーチ、そう、エルフェンリーチだ。うん。いや、アナザーはね、死ぬけど、正味エルフェンリーチとかブラッドシーとか比べたら、全然、まだまだいい方よ。うん。この前、友達、どういう友達持ってんの、この人。怖っ。やばいね、試験。でもなんか中学校の時とか知りませんでした、そういうのよく。あ、なんかさ、あのグロい系でしょ。なんか、俺、いや、あったんですよ。なんか、動画サイトで、なんか、はいはいはい、そういうグロい動画をめっちゃ、海外のサイトで。え、なんか友達がなんかそういうのすごい集めるのすごい好きで。あったな。いやだ、思い出しちゃった。いや、最悪だよ。あれ思い出した。なんか変なの思い出した、最悪。いや僕あの怖いのとかめっちゃ怖いのっていうかいう、うん、人がぶわーってなんかたくさん死ぬ系の作品もすごい好きなんですけど、うん、グロいのは苦手なんですよね。いや分かる、本当にグロいのは、うん、痛いってなるよね。なんか痛いってなりますね。ジグゾー、そうそうとかマジで無理。あいやでもそうも一時期いけたんですけど、いや、やっぱ、だから、精神状態があまり良くないと絶対無理よ。ああ、確かに。なんか。おついちさんのラノベメール世代。おついちさん、ね。ラノベ。昨日の旅ってラノベ？昨日の旅ラノベですよ。昨日の旅、めっちゃ読んでた中学校の頃。昨日の旅、マジで紙小説。あれすごいよね。いや、あれはマジすごいです、普通に。あれをよくラノベで、あそこまで作り込められる、作り込まれる。あんまラノベと思って読んでなかった。いや、確かに、普通に短編小説みたいな感じですもんね。そう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 。でもその短編が地味につながってるみたいな。いや、そうなんですよ。あれすごいよね。いや、昨日の旅は俺もずっと言ってます。大好きですもん。昨日の旅いいよね。あれ、死、そうも死んじゃうわら、何が違うの。いや、そうは違う。俺のね、違う。みんなね、そんな、簡単じゃないんだよ。簡単じゃ、もうめっちゃ落ちる。簡単じゃないんだよ。そう。なんかね、そうはちょっと違うんだよね。死ぬけどね、死ぬんだけど、こう、なんだろう。なんて言うんだろう、なんか殺戮ショーみたいなのあんまり好きじゃないんだよね俺。そうなんかありそうな殺戮ショー、なんかもう本当に絶対こんなにないやろっていう、はいはいはい、のが好き。わかる。それはでもちょっとわかるよ。わかります。なんかリアルな、ちょっとリアルな芝居嫌なんですよ。とかはちょっと リアルな、こうなんかリなんつうんだ、なんかリアルじゃないんだけど、なんかこう痛いじゃん見てて、うん、あの層の総計は、なんか見ててなんかさ、見ててなんか痛くなるやつはやだ。絶対ありえないやつの方がいいってことでしょ。ええ、そうそうそう、なんかそうなんですよね。なんかなんか難しいな。であれみたいジョーカー。じゃそれこそブラッドシーとかってもうありえないですもん絶対。だってもう怪物が出てきて。そう。あれジョーカーだっけ10月ぐらいから。わあめっちゃ楽しみ。あれやばいだろうね。いやあれやばいですね。ちょっと予告がやばい。いややばいですね、ジョーカーやばいですね。あれちょっと見たい、すごい見たい。今一番見たいかも、なんか予告とか含めて。ちょっとあれワクワクするよね。いや間違いないです、ジョーカーめっちゃ楽しみ。同じくなんかね、僕もうね、ほんとなんかね、そういうされたいんですよ。廃れた生き方したい。もうね、
もう。でもカズマは結局廃れた生き方できないから諦めた方がいいよ。いやいや、だいぶですよ、俺も。結構もうね、だってもう、なんかね、こう、廃れたいっていうか、大敗したいんですよね。こう、もうなんか、うわーってなりたい。大敗したいって言ってる時点でできねえから。まあ確かに。大敗した生活気づいたらなってるもんだから。まあ生活っていうか、そのスタイルですよね。なんかだって俺の書く曲って結構そういう曲が多いんですよ。うん。だからなんかそれをもっとなんかスタイルにしたいというか。水産アーティストやってなかったら本当にヤバそうって言われて。そうだね。なんか今曲でしか表現できてないかな。現実な気がしてるうちは無理って言われてるよ。ああ、確かにね。いや、でもね、それはね、その人のね、あれ、見方よ。見解。だって俺なんてもう、ライカなんてもうすごい好き勝手やってるんだけど、それも別にやりながらやれてることだから。まあ、あとはどうこう自分でそれをコントロールしていくかみたいな。音楽でそれを伝えるかな。うん。まあなんか、こう、なんつうんだろうな。すごい。まあ、もっといい曲を書きたいんだよね。でもそういうのがなんかこう、なんていうの、なんかあれ消化されるからいいよね。まあ確かに。ものづくりとかって。うん。あ、ライカは、うん、そうだね。尖ってる、まあ尖ってるってわけじゃないけど、まあでも確かに本当のことを言ってるっていうのはあるかな。歌詞。いや、全然眠くないっす。逆にみんながすごいな。ね、もう4時10分だよ。みんなバカなのかな。すごいよ。ライカさんの今日の時間ありがとうございます。家族もネーム。How can deal with you? いやー、おはようございますの時間だね。そうだね。うん。そうそう。ねえ、ちょっとずつ、そういう曲の使われてるね。いやー。みんな夜行性。みんな夜行性だね。外まだ暗いからセーフです。バカって言われちゃう。バカって言われちゃった。逆王バカ。今日夜中まで仕事なんで頑張って頑張れ。知らんうちに、あ、いいちゃんありがとう来てくれ。深い話になってんだよね。もっと聞かずに。ねえ、いいよ、全然。寝なさい。バカになっちゃった。ちゃった。夏の結果生活リズム逆転してた。なんかね、から曲って。あそこはパン派、ご飯、最近はパン派です。最近、朝ピザトーストに作るのハマってんだよ。いや、いいっすね。生活。いや、マジ、今ならめっちゃいい彼女やれると思う。素晴らしい。朝起きてトーストにケチャップ乗って、チーズ乗せて、ベーコン乗っけて、で、焼いて、で、フライパンで目玉焼き焼いて、それ乗っけて食べるっていう。羨ましい。俺まず起きてモンスター買ってモンスター飲む。いやマジやばい、本当にバカだのっていう、バカなのかっていう。いや、やばいよ最近。やばいよ、よくないこの生活。朝はパンパンパパン、これ下ネタだよね、いつも思うけど。いや、わかんないです、わかんないです。その、なんでそれが下ネタになったのか、僕は正直わかんないですけど。いつも、これ何でもないけど、ほんと気にしないで。
いや、ちょっと気になりますね。なんで絞れたのか。いや、マジで、ちょっと待って。俺、ごめん、本当に。俺もすげえ知恵振り絞ったけど、今のその曲が下ネタなのかはマジで分かんなかった。みんな忘れてくれ。いや、もう本当にちょっと良くないよ、そういうの。いや一応僕、キサーキスってグループやってますんで。うん、いや、だから忘れてくれ。食べますよ、本当。いや、僕だけか。そっか、あんまり曲結構フランクで結構何事にも、全然、こう、パーンって対応できますけど、一応、ボーイズグループなんで。うん。でもこれ僕さ、これ小学生ぐらい、中学生ぐらいからずっと思ってんだけど、だからあの CM ダメだろうってずっと思って。あ、CM がですか？歌とかじゃない？いや、だからその、あの歌が良くないじゃん。え、なんで、もう一回歌ってみてくださいよ。いや、ちょっと無理です。え？いや、もう無理。ほんとわかんない。なんで下ネタなのか。マジでわかんない。朝はパン、パンパパンってダメでしょ、これ。いや、わからねえ。やばい、俺。健全すぎてんのかな。いや、ダメよ、これは。ほんとにダメよ。え、マジでわかんない。いや、わかんないならわかんないでいいよ、こう。うん。やば。安井和馬さんってメジャーデビューしてるんで、もみきさん知ってる。いや、わかんないっす。OK、Google したら意味出てくる。出てくんちゃう、うん、ほら、アウトって売ってる人いるやん。もうほら、アウトだ、え、なんで本当にアウト。パンパパン。え、もうやめろ、和馬それ考えない方がいい、君は。いや、でもパンパパンは、パン以外の何物でもなくない？あ、そうね、そうね。美味しいパンよ。うん。はやー。怖いわ。いやーもう、ほんとにね。すごいな。いやー。いや、本当にわかんない。このパンパパンに関しては。このさ、だからもう本当にその言葉を反するなって笑ってしまうやろ。あ、ほら。あ、お、そういうこと？あ、そういうこと？え、え？あ、みんなさ、でもさ、それ深く考えすぎじゃない？いや、逆。それがね、じゃあ聞いて。うん。これが、パンっていう、パンの CM っていう、パンの CM じゃないところでかかってたら、そうなるかもしれないですよ。うん、でもパンっていうこうものがパンって、あ、今ダジャレじゃないですよ。パンっていうものがパンってこう出た上でその歌が流れてたら全然そんな気はしないと思いますけどね。いや、だってあの CM ってさ、だから日本人は、はい、朝はご飯を食べるっていうものが主流なわけよ、基本的にね。はい、でも、はい、朝にパンを食べてほしいから、パンを買ってほしいから、はい、っていうことで、朝はパンってことを言いたいわけじゃん。なるほど。でも、深い。でも、パン、はい、パンパパンになると話違ってくるやんって話。ああ。そういうことよ。だから、確かに。うん、あ、そうだね。なんでパンにしたんだろうね。朝はクロワッサンでもいいのに。そういうことよ。だから朝は食パンとかの方が。朝はパン、食パンとかね。そうそうそう、そういうことよ。でもパンパパンやん。いや、もう短い。違うやん、もう。でも多分ですけど、今来てる51人は、うん、そこまで深く考える人嫌だってなってますよ、もみきくんに対して。あと、こいつほんとやべえやつかもしんねえなって。そこまで深く考える、もみきくんに対して、今、不安感を、多分今、溜まってますよ。いや、俺は全然だって思わなかったもん。もうずっと思ってたの、これは。ほんとに。やだやだ。順調だから分かんなかったや。俺。ちょっと引かないで、ほんとごめんなさい。反省してる。ああ、面白い。でも、こういう話面白いですね。うん、でも、本当にもうなんか、
本当にもうなんかもうなんかちょっと今パンって文字見るだけでなんかちょっとそういう風に見えてくるから、ちょっとみんなパンってコメントもらっていいから。いや本当にやめてほしいのこのコメントたちが。そう、コメントたちがね、コメントってパンってやめてください、ね、なんかちょっと嫌だな。ちょ待って、もめきくんこれに対しての情熱にちょっと彼女ができない理由分かりました。ひどくない？いや今だって惹かれてますよ、完璧にもめき良くないですよ。いやもうパン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 コメント。いやちょもめきくん、ちょもめきくん本当にやめて。いや今さ僕もびっくりした。あーびっくりした。いやいやいや今な、だってさすごいそういうコメントが来てたや今この疑問のバイト先食パン屋さんだった。ちょっと本当にでもいくもうマジ笑って寝れなくなっちゃった。また目覚めてきちゃった俺。ちょっと寝れそうだったのに。今の僕も目覚めたわ。バイト先食パン屋さんってやばいな。本当にすいません。ちょっと待って、朝方のエロ親父ちょっと一緒にしないでもらっていいかな。ちょっと待って僕。エッチなお兄さんで行きたいんだけど、まだ変態なのはもみきくんだけだよ。いや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 、だからさ、そうそう、ま、やめよう、こんなの松井ゆきえ鍋で見ちゃう。いやだからそうなのよ。ちょっとほんとやめましょう。ほんとやめよう、これよくない。ちょっと、うん、朝ごはんパンの予定だったけどやめるの、うん、パンしかみんなコメントしへん。しかもほんとみんなバイト先食パン屋さんでみんな笑ってんだ、ね。あ、え、俺はマジでほんと順調だったから分かんなかった。いや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 、そうやってさ、ボーイズグループだからってさ、そうやってさ、なんかさ、うん、こうね、よくないよ。いやでもほんとに正直マジで分かんなかった、言われるまで。もうミッキーって呼ぶのやめる、かっこ距離よく、それはやめてよ。悲しくなっちゃうね。CM エロロリジンロリジン王子パンパパン。やめろよ。あーちょっとまた本当に面白い、みんな最高だね。やばいな。 CM にエロ感じたシリーズツイートしてほしいです。できるわけないだろ。あー面白いな。パンパパンって意味検索かけたの恥ずかしい。いやでもね、あんまりこの下ネタなんて話さないよね。本当によ。いや下ネタ別に気にしじゃないけど、でもなんか話すことも話すことでもなくない。なんかちょっとね、切り口があったらいいんだけど、一個足りないところは、うん、ちょっと上質な下ネタを話す人がいる。